藤谷蓮次郎です。2024年8月10日の夜です、えー。私は今、愛知県名古屋市の金山という町にあります、ニテラ日本特殊陶業市民会館という、えー、会館のフォレストホールという大きな会場、2300から500人くらい入るんですかね。大きな会場で行われました、田原敏彦さんの WT ツアー。 愛だけがあればいいというタイトルだったかな。えー、とにかく田原俊彦さんのステージをま生まれて初めて見ることができましたんで、えー、その帰り道です。 えー、見たあ今の状態はあかなりいろいろ、まあ、な情報があって感激している部分もありすごく楽しかったなと思う部分もありでまだ心が整理できていませんのでまた45日してからあセットリスト等には一切触れませんが、えーまあ、あ自分なりの感想を言わせていただきますが、えー、今回はあこの夜に関しては今、帰り道で一番ホットな感じを言いますと今まで俺が見てきたのはこういうことだったんだと。 テレビとかで何度もトシちゃんさん見てきたわけだけれども、テレビじゃないなと。田原トシ彦さんという人の本質は本、本、根本的な魅力はやっぱりこのステージだなと。特に腰から下の下半身の動き、あの凄さ。あれは本当に、えー、こういう動きでずっと、ここ,これだけ動き回りながら歌ってたんだ。踊りがっていうと今ね、若い人で踊りの上手い人いっぱいいますけど、 トシちゃんさんの場合ピンでで若いダンサーの人を従えてやってるわけで、えー、本当にこんなに全身綺麗に動く人なんだそして歌もね、えー、生で聞くと良くて、えー、いろんな感激要素がありました。 えー、特に私の中ではもう一つ言っておきたいのはジュリーさんの名前が沢田さんのっていうような話が2回出てきたんですね。それがまた、後で、えー、4、5日したらお話し,しますけど、えー、大変楽しい体験でした。えー、トシちゃさんやっぱりすごいです、えー。生で見るもんだなと思いました。 えー、今回はこれだけ言わせていただいて、えー、この先またあ5、6日後にちょっとまとめたお話をいたしますので、できればあそちらの方もご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは失礼します。